小林誠也と安田雅史の初めの2分。皆さんこんばんは、安田雅史です。こんばんは、小林誠也です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いよいよ1学期のドラマもね、いろいろスタートしましたが、1月期ですね。1月期、はい、すみません。安田さん、はい、コンクールの注目のドラマは？あ、そうですね、僕この前撮影に参加させていただいたドラマで、はい、テレビ東京さんの、はい、まあ、金曜8時ですね、はい、1月の18日から、はい、放送されている、はい、まあ、記憶操作という、まあ、ドラマがあるんですけれども、はい、まあ、これ主演が北大路欣也さんが、はい、主演で、で、まあ、他のキャストさんは、風間俊介さん、はい、あとは上白石萌音さんなどを、萌音さんですね、など、豪華キャストを迎えて、はい、刑事ドラマなんですけど、あ、はい、でなんとこの、このドラマの脚本家が、はい、相棒などを手掛けてらっしゃる、あ、はい、まあ、桜井武晴さんっていう、はい、方の脚本なんですけども、はい、まあ、それのオリジナルドラマとなっているんですね。なるほど。まあ、あらすじとしましては、はい、まあ、東京新宿東署の、はい、刑事課の司法係というところが、はい、まあ、舞台なんですけど、はい、まあ、記憶操作というタイトル、まあ、はい、通り、この、北大路欣也さん演じる、まあ、主人公の、はい、まあ、脳内の、まあ、記憶で、まあ、事件の真相に迫るという、まあ、本格派の刑事ドラマとなっております。なるほど。そうですね、まあ、この参加この時の撮影の時が、はい、まあ、屋内だったんですけれども、はい、屋内だったんですけれども、まあ、撮影の、まあ、影響でというかあれなんですけども、はい、ちょっと窓を開けなくちゃいけない時があったんですね。それは安田さんが、あ、じゃなくてその撮影のシーン的に感じで、その窓、現場を、はい、現場、その室内なんですけど窓を開けるんですけど、はい、開けた瞬間にすっごい寒い空気が入っててそう、一瞬にして暖かかった室内が寒くなるっていう、はい、僕あまり寒いの得意じゃないんでガタガタしながらそのやらなくちゃいけないっていうのが、なるほど、やっぱ僕寒さは本当に応えるなと思って、まあ、北海道持ってってよかったなって思いました。勝利みたいなまだ22なのに本当に続いて小林さんの方は何かあるんですか？はい、僕もですね、その、はい、そちらの現場には行かせていただいてて、はい、同じく、そうなんですよ、はい、僕も室内の撮影だったんですけど、はい、そういった撮影だったり現場だったり、あともう1月19日土曜日の、23時15分から、はい、テレビ朝日さんで野村周平さんと桜井日奈子さんが共演されてらっしゃるドラマでして、ね、はい、で、そちらの撮影に参加させていただいたりとかしてて、はい、でそちらの、まあ、あらすじというか簡単に説明すると、二十歳まで生きられない少年と、はい、その少年を全身全霊で愛する少女の、はい、すごいもう純愛コミックが元の、ドラマ化作品なんですけども、はい、そちらもね、ぜひ僕が参加した、シーンがですね、こうプールの、はいはいはい、室内プールのシーンだったんですけど、すごいこうそこから冷気といいますかそれこそその寒さがっていうのがありましたね。あ、そっちの方がなんか強そうですよね冷気はまあでもね、そう現場のその実際こうなんていうんですか、寒さに負けずこう演じていらっしゃるその村周平さんだったり桜日奈子さんだったり、もう本当に、はい、素晴らしい演技されてらっしゃったので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければと思います。見てほしいですね、はい、ということで新年最初の放送でも申し上げましたが、まあ、去年、あ、昨年末、はい、まあ、新人も入って我々2人さらに役者として、そしてこの番組パーソナリティとしても成長していかなければならないと思っております。はい、どうか今ラジオをお聞きの皆さん、安田雅史、小林誠也頑張ってまいりますので、変わらずお引き立てのほど御願い立てまつります。と1月ということで、はい、やはり気分一新、はい、歌舞伎の口上のような改めの、決意表明でしたが、はい、まず1つ目のコーナーはマー君ジャスト50の一人旅のコーナー。
このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくというコーナーです。ちなみにちょうど50駅にするため行きと帰りのルートは変えることもありますことご容赦ください。はい、さて今回僕が向かった駅はですね、はい、千葉県、富津富津です、ね、富津、はい、富津市にあります、あと富津市にあります浜金谷駅です。やばい、はい、口が全然回ってない。まずはこの、はい、浜金谷駅についてご紹介させていただきます。はい、浜金谷駅は開業が開業が1916年、はい、大正5年10月で、まあ、2007年の調べに2017年の調べによりますと、はい、1日平均乗車人員は278人だそうで、はい、千葉県の最西端に位置する駅でもあります。へ、まあ、近くには、まあ、金谷港があり、はい、まあ、ここでは海の幸が味わえます。なるほど。また陸路とは別に東京湾フェリーで、はい、まあ、対岸の神奈川県の、栗浜港からも行くことができます。はい、まあ、ちなみに東京湾フェリーでの神奈川県の栗浜港から、まあ、千葉県富津市にある、はい、金谷港までの所要時間は40分程度だそうです。ん、またこの浜金谷駅の、はい、近くには観光名所として、はい、まあ、剣痕山と言われる、ほう、まあ、通称のこぎり山、あ、はい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 、と言われる、標高 329.4m の山があります。はい、まあ、この山の石は建築などの資材として適しており、はい、まあ、そのため古くは募集石と呼ばれ、はい、良質な石材の産地として江戸時代から盛んに採石されていた山だそうです。はい、まあ、その石材は、まあ、靖国神社や、はい、早稲田大学の校内にも利用されているそうです。へ、まあ、ちなみにこののこぎり山とは、はい、まあ、山で採石が行われた結果露出した山肌の岩がですね、はい、のこぎりの刃のように見えることからこの名で呼ばれているそうです。あ、なるほど、はい、まあ、またですねこののこぎり山ロープウェイで簡単に山頂に行くことができます。はい、そうですね。さてそんな浜金谷駅へのルート説明をしたいと思います。お願いします。まず行きのルートですが山手線外回りに乗りまして、はい、田端駅から東京駅まで行きます。はい、ここで8駅です。はい、そして JR 中央線に乗り換えまして東京駅からお茶の水駅まで行きます。はい、ここで2駅です。はい、そして JR 総武線に乗り換えてお茶の水駅から、まあ、千葉駅まで行きますね。はい、ここで21駅です。お、はい、でそこから千葉駅ですね、特急に乗り換えます。お、はい、特急新宿さざ波号と呼ばれる特急に、乗り換えをしまして、はい、千葉駅から目的地駅の浜金谷駅に到着ということで、まあ、これは、はい、千葉駅からだと5駅で合計すると36駅となります。はい、おー、はい、まあ、結構これで行きで36結構使いました。はい、半分以上使っちゃって、はい、帰り大丈夫なのかと思われますが大丈夫なんです。これお、はい、もう早速ください、はいはい、帰りのルートなんですが、帰りはいきなり特急に乗ります。さざ波号に、はい、先ほどのさざ波号に乗って、はい、浜金谷駅からもういきなり秋葉原駅まで、あ、都内まで行っちゃう。そこまで、はい、はい、ここで9駅です。はい、そして山手線内回りに乗りまして、秋葉原駅から上野駅まで行きます。はい、ここで2駅です。はい、そして常磐線に乗り換えまして上野駅から、日暮里駅まで、お、はいはい、ここで1駅です。はい、でまた日暮里駅から乗り換え、京浜東北線に乗り換えまして、はい、日暮里駅から田端駅、ここが2駅で、はい、合計しますと14駅ということで、お、まあ、行きと帰り合わせますとジャスト50のミッション成立となりました。おめでとうございます。はい、まあ、そして実際に浜金谷駅に行ってみての感想なんですが、はい、まあ、まず電車を降りてすぐに見える断崖絶壁の、まあ、先ほどからご紹介させていただいている剣痕山、はい、まあ、通称のこぎり山に目を奪われてしまいました。お、はい、そして駅舎はサイズはそんなに大きくはないんですが、はい、鮮やかな 水色の瓦屋根がいかにも小さな港駅の雰囲気にぴったりでした。あ、また、はい、駅名が記されている看板も木目調でレトロな雰囲気でとても良かったですね。お、そして、浜金駅から、まあ、徒歩10分ほどでのこぎり山の山頂に登れるロープウェイがあり、
まあ、そこから見る太平洋はすごく絶景でしたね。なるほど。まあ、また、まあ、港も近くにあるため飲食店、はい、魚市場、お土産屋さんなどが一体となった観光スポットとして、まあ、海を見ながら食事をしたり、はい、お土産を買ったりできます。まあ、僕自身も今回時間に余裕があったので、はい、まあ、山頂から見えるいつもとは山頂、先ほどロープウェイで登った山頂とは違く、はい、ちょっと非日常的な海を見ながらの食事は、まあ、最高に美味しかったですね。なるほど。まあ、このように、まあ、山もそして海も楽しめる浜金谷駅に、まあ、ぜひ皆さんも一度足を運んでみてください、はい。まあ、楽しいこと間違いないと思います。そして毎回このコーナーのためにいろいろ準備して思うことですが、まあ、携帯などで行き先を調べていてなかなか50にならず悪戦苦闘していますが、まあ、ちょうど50の駅数と行きたいところがぴったり50になった瞬間は、まあ、実際に旅をしている時よりも楽しいというか、まあ、実際はそれで毎回ミッションの半分というかもうほとんど旅を終わったような感覚になる時が、まあ、あります、はい。まあ、どうか皆さんもさすがに、まあ、50とは多いと思うんで一度30くらいでリサーチしていただいて、はい、その検索結果通りにプチ旅行してみていただくとこのジャスト50の楽しみ方がより分かっていただけると思います。なるほど。以上今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして現在放送中の初めの2部、担当は安田雅史と小林誠也の新人俳優2人がお送りしております。それでは次のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴衆エリア浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし実際にお邪魔させていただいた、いただいてご紹介させていただくというコーナーとして進めておりますが、はい、まあ、今回は勝手に、すいません、進めてまいります、はいはい。今回お伺いしたのは、市川市、すみません、船橋市にあります花椒食堂さんです、はい。漢字で花びらの花に生物の生と書いて、生に、食堂と書いて花椒食堂と読みます、はい。こちらのお店、京成船橋駅の東改札を出て東口改札を出て改札前のエスカレーターを下り目の前の横断歩道を渡りその後国道39号線を左手に JR 船橋駅方面へ進み右手に見える時は消防の横道へ入ります。細道を進んだ先の十字路を右に曲がって100メートルほど歩くと左手に見えてまいります、はい。お店の外観はですねとてもレトロな見た目をしており一昔前にタイムスリップしたかのような感覚になりました。お店の入り口には白いのれんに黒い文字で花椒食堂、はい、そして入り口の上にはまたまた白い大きな看板に黒い文字で同じく花椒食堂と、書いてあり一度行けば絶対に皆さんも忘れないと思います。店内は入って目の前にカウンターが5席左手にテーブル席が1つあり、はい、店内も外見同様レトロでとても心地のいい雰囲気でした。メニューは定食や丼物おつまみ、まあ、肉豆腐だったり冷ややっこなどのおつまみに、はい、アルコール類などで、価格帯は200円から650円となっておりました、全メニューが1000円以下でコスパの良さは一目瞭然です。今回はそんな、お財布に優しい、はい、それでいて、このテーマの、このコーナーのテーマただの満腹ではなく大満腹、メニューの中から、他のお客さんが召し上がっていた親子丼と、肉豆腐を注文しました、はい。お伺いしたのが夕方ということもあり店内はもう仕事帰りの方や地元の常連さんのお客さんが多くいらっしゃり皆さん肉豆腐とビールやチューハイをもう美味しそうに召し上がっていらっしゃいました。いいですね。そんな心温まる店内の雰囲気を楽しんでいたところで高いところへ、今回注文した親子丼がやってまいりました。大きな器がですねこう直径20センチ深さも、10センチぐらいの大きな、はい、器にこんもりと盛られた 1.5 合ぐらいのご飯、うん、で、そのさらに上にこう
大きめに切ったふわふわの卵、多分卵2個分ぐらいですかね、溶いて、はいはいはい、作ったようなふわふわの卵に絡められた鶏肉がもう一口サイズよりも少し大きなこう赤子の拳ぐらいって言えばいいんですかね、はい、本当にあの大きめな鶏肉がですね、もうスーパーに売られてるパック 200g ぐらいですよね、結構ゴロゴロと入っていて、はい、昔ながらのつゆの香りが、少し甘めなつゆの香りが とても香りがすごくて食欲をそそりました。早速一口頬張ると口いっぱいにそのつゆの風味が広がり、大きく切られた鶏肉は見かけによらずとても柔らかくて、絡んだ、卵やつゆとの相性も抜群でした。と親子丼を楽しんでいたところへ、もう一つ注文していたメニュー肉豆腐も来ました。こちらもですね、こう平皿に盛られた肉豆腐がですね、平皿も結構これなんて言えばいいんですか、はがきサイズより少し大きめな B5 ぐらいの、用紙で言うと、はい、それぐらいのサイズのお皿に、こう普通あの肉豆腐っていうと豚肉とか牛肉を想像されると思うんですけど、鶏肉だったんですね。鶏肉と、こちらもあの豆腐も、木綿ではなく絹ごし豆腐を使用しているようで、ご家庭や他のお店でいただく肉豆腐とは一味違った肉豆腐でした。今回特にあの寒い時期にお伺いしたということもありまして、もう温かく優しい味わいのお料理で、心もお腹もとても満たされました。また雰囲気がお店というより、こう祖父母やあの親戚のお家のような、少し懐かしい、とても居心地のいいところで、その温かい雰囲気もあり、より温かく満足したひとときとなりました。改めて今回お伺いしたお店は、漢字の花びらの花に生物の生で、生に食堂で、花椒食堂さんでした、はい、営業時間は10時半から19時頃まで、店内のお客さんの人数により18時頃閉まる可能性もございます。日曜日も営業していて、定休日が不定休とのことでした。住所は千葉県船橋市本町 4-16-30、 電話番号は 047-422-6565 です。ぜひ皆さんも満腹になってください。はい、ということで、はい、ちょっと一つさっきからちょっと静かに聞いてたんですけど、はいはい、今回なんかそんなにわんぱくメニューじゃなくないですか。わんぱくメニューあー大盛りでないと、うん、じゃないですかね、どうなんですかね、いや、わかんないですけど大盛りじゃない疑惑ですか。そう、なんか思ったんですけど、あー どうなんですかそれは。いや、まあ確かにあの満腹というか、まあ腹8分目と言いますか、ちょうどいい、その僕としては満足しちゃったんですけど、なんか僕でも食えそうだなって思っちゃったの。なるほどなるほど。あったんで、実際こうあのその長州エリアの船橋市、市原市、浦安市で、はい、あの大盛りで美味しいという評判のね、はい、お店を検索して出てきたお店でして、はい、まあ実際美味しかったです。美味しいし、本当にあの量も 多めで、すごい僕としては満足できたんですけども、まあ少し確かに少なかった少ないという、まあ、いつもそうですね、いつもよりか少ないという判断基準になってしまいますが、でも実際本当に大盛りで満足できましたので、ぜひとも、はい、じゃあ皆さんの足をやっていただいてね、まあ、そのね、検索して出てきたお店、正直、はい、割と行き尽くした感がございましてもしあのお聞きの皆様の中で、あのここぞというところございましたら、ぜひあのお便りなんかであのいただければ、ぜひともあのそちらお伺いさせていただこうと思いますので、よろしければ、はい、お便りであのそのお店の方もよろしければお便りいただければと思います、はい、すごいなんか個人的なねちょっと俺の悩み、すいません言っちゃいました。いえいえ、そんなないです本当に。それではじゃあ疑惑ですからね。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。はい、思いっきりゲーマーのコーナー。このコーナーはゲーム好き、まあ、僕たち2人が過去にやっていたゲームをご紹介させていただくコーナーです、まあ、ただゲームと申しましても、昔のゲームから次世代ゲーム、スマホアプリゲームなど、いろいろと幅広く紹介させていただいております。
リスナーの皆さんにもこのコーナーをお聞きになって、あ、このゲーム知ってる、懐かしいな、など思って聞いていただけると嬉しいです。はい、さて今回ご紹介させていただくゲームは、エレクトリックアーツさんより2017年11月17日に発売されたスターウォーズバトルフロント2です。はい、まずこのゲームの対応機種はプレイステーション4、Xbox One、マイクロソフト Windows です、はい。まあ、ゲーム人数はネット環境なしのオフラインでは2人、はい、まあ、ネット環境でのオンラインでは最大40人で遊ぶことができます。はい、まあ、そしてこのゲームの特徴は、まあ、皆さんもゲームタイトルからご想像いただいた、あの永遠の名作スターウォーズを舞台にしたゲームなんです。そうですね、はい。ちなみにゲームのジャンルは、まあ、シューティングゲームで武器を使って相手を倒していくものです。はい、まあ、僕自身スターウォーズの大ファンで、まあ、その映画の世界に、はい、まあ、一人の兵士として入って戦えるっていうのがもう興奮しちゃいますね。まあ、また映画に出てくるキャラクターを実際に動かして敵を倒すのも爽快です。はい、まあ、ただ、まあ、このゲームへの愛は、まあ、自分で言うのもなんですが、まあ、おそらく半端ないほどあるんですよね。まあ、暇な時間があればついついやってしまうんですが、はい、まあ、残念ながら僕自身のゲームセンスがないのか、あまり敵を倒すことができません。まあでも皆さん、はい、全然敵を倒さなくとも、はい、スターウォーズ好きにとってはとても面白いと思いますので、まあ、ぜひ一度はチャレンジしていただきたいゲームタイトルの一つです。はい、まあ、発売して1年くらい経っていますが、はい、まあ、まだまだアップデートなど新しいキャラクターやイベントなどどんどん実施されていくようですので、まあ、今から始めても全然楽しめると思います。ということで、このゲームやったことありますか？はい、僕はありますよ。お、本当ですか？そうですよ。僕あの友達がこのゲーム持ってて、あのやろうぜって話になって、はい、であの僕実際そのスターウォーズ作品も実際見てたんで、はい、なんていうんですか、本当にあのなんていうんですか、乗り物も実際に動かせるんですよね。乗り物も動かせるし、キャラクターも動かせるし。そうなんですよ、本当に本当にもうあの実際にその映画のワンシーンみたいな感じ、なんていうんですかね、あの臨場感、はい、あれがすごいたまらない作品ですね。ですこれははっきり言って僕あの先ほども言いましたけれども、はい、まあ、ゲームセンスがなくて倒されるんですけど、まあ、あの大好きなキャラクターに倒されてもなんかいいやってなっちゃう自分がいるんですよね。そうです、その作品のワンシーンに携われたみたいな、この愛ゆえの他のゲームだったら多分倒されたらうわ最悪だってなるじゃないですか。悔しくなったりとか、なんかあ倒されたって逆にそれが嬉しい、嬉しいみたいな。もう本当にスターウォーズ好きの方にはやっていただきたい、ぜひぜひ。そうですね、本当に本当に、まあ、ネット環境ある方がやっぱりいいんですけれども、まあ、オンラインで40人という、はい、あの大きな人数なので、はい、まあ、より楽しめるんですけれども、まあ、ネット環境なくても、まあ、最大2人でできるので、まあ、家でご家族と、なんか友達とわちゃわちゃやるのも、ね、はい、できてもいいので、はい、ぜひお願いします。以上、思いっきりゲーマーのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか？皆さん、僕ら2人への応援とともにどんどんお便りお願いいたします。送り先はメールアドレスは、info@plus-vox.com info@plus-vox.com です。はじめの2分までお待ちしております。それでは、はじめの2分、次回も同じ時間に耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは安田雅史と小林誠也でした。皆さん、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。